私はパニコ、33歳の兼業主婦です。娘のパニミは5歳、夫は同い年の会社員で、どこにでもいる平凡なファミリーです。共働きは大変だけど、愛する家族のために頑張れちゃうんだよね。遅くなってごめんね。急いでご飯の支度するね。それでも仕事で保育園のお迎えが遅くなると、娘に申し訳なさを感じちゃいます。いいのいいの、気にしないでママ。お手伝いできることがあったら何でもするから、慌てずゆっくりで大丈夫だよ。ありがとうパニミ。おかえり。キッチンへ直行すると、夫が声をかけてきました。ただいま、あなた帰ってたんだ。うん、俺先にシャワー浴びてくるから、ご飯はゆっくりでいいよ。作るのが大変ならピザ取ってもいいからね。ありがとう。でも作り置きがあるから大丈夫だよ。さすがパニコ。でも本当に無理しないでね。ありがとう。あなた、理解ある夫と可愛い娘に囲まれて平凡な幸せを感じていたのですが、そんな平穏が崩れ落ちる日は突然やってきました。それは出張で週末は留守にすると言っていた夫からの電話が始まりだったんです。今仕事終わったから急いでそっち向かうね。え？あれ？出張で帰ってこないんじゃ。週末はずっとユキナと一緒にいられるからね。大好きだよユキナ。何これ？あれ、ユキナ聞こえてる？おーい、これってそうなの、夫が不倫相手と間違えて電話をかけてきやがったんです。しかも出張なんて嘘ついて、楽しい週末を過ごすご様子。ユキナ、どうかしたのか？私はパニコだ。え、あ、やば。かけ間違いに気がつき、慌てて電話は切られました。あんにゃろ、まさか不倫してたなんて。信用していただけにショックは大きかったものの、さらに信じられないのはその後夫から連絡が一切来ないこと。普通なら大慌てで帰宅して弁明するはずだってのに、夫は予定通り不倫相手と楽しい週末をお過ごしになりやがったんです。怒りマックスだけど、娘に悟られてはいけないと、なんとか週末を乗り越えました。夫が帰宅したのは日曜日の深夜。私が寝静まった頃を見計らったつもりでしょうが、のんきに寝てるわけないじゃない。起きてたんだ。起きてるに決まってるでしょ。楽しい週末を過ごしてこられたその顔を見るまではね。ごめん、本当に悪かった。でもパニコに不満があったとかじゃなくて、パニコのことは今でも愛してるんだ。不倫しておいてよく言えたものね。本当なんだよ。気の迷いで過ちを犯してしまったけど、ユキナのことは守ってあげなきゃって使命感だけで一緒にいるんだ。だから愛してるのは君だけだ。どの口が愛を語ってんのよ。幸せな家庭を壊したあんたに愛を語る資格はない。ごめんなさい、本当に悪かったよ。俺ちゃんと責任取る。え？慰謝料もちゃんと払う。もちろん彼女の分もだ。だから離婚しよう。俺ここ出ていくから。離婚？関係修復なんて無理だけど、そっちが離婚を切り出すのはもやっとしちゃう。俺は娘を育てる自信がないから、親権もいらない。養育費も払う。だからこの家でパニミと幸せに暮らしてくれ。ふーん、わかったわ。私が一番大事なのは今となってはパニミですからね。でもそのパニミにどう話すべきかしら。裏切られたのはパニミも一緒なのに。ママ、パニミ？寝ていたはずのパニミが起きてきちゃいました。今の話聞かれちゃったかな。あ、大人だけで美味しいもの食べてるんでしょう。ずるい、私も仲間に入れて。あ、よかった、聞かれていないみたいね。パニミ、ママたちは大切なお話をしていたのよ。大切なお話って？それは明日ゆっくり話すわね。へえ、
もったいつけられたら気になって眠れないよ。パニミ、今日はもう遅いから明日ママから聞いてくれるか。はあ、なんで私に丸投げなのよ。子供じゃないんだから遅くても平気だもん。いや、5歳は立派な子供だけど。細かいことは気にしない。さ、話してごらん。このままじゃ気になって眠れないわよね。実はね。なので夫が女性にうつつを抜かしたってことは省いて離婚することを伝えました。そっか、じゃあ私パパと暮らすね。え？パパを一人にはできないもん。だから私がパパと暮らしてあげる。え？嘘でしょ。離婚の理由は教えていないにしてもパニミがパパを選ぶなんて。パニミ、ママとの方がいいんじゃないか。なに、パパは私が一緒に暮らすの嫌なの？そんなことは。でもママはパニミと離れるの嫌なんじゃないかな。それはパパも同じでしょ。それはやっぱり私のこと邪魔だと思ってるんだ。そんなことないよ。それじゃあ決まり。いつ出ていく？今度の部屋は大きい？荷物まとめておかなきゃ。パニミ。愕然とする私と夫に反してパニミは上機嫌で部屋に戻っていきました。どうしよう。パニミがママではなく俺を選ぶなんて、これじゃユキナを迎えに行く計画が台無しじゃないか。え？子供預かることになった？当然彼女はカンカンだ。ごめんよ、娘がパパと離れたくないって泣くもんだからさ。親権は母親に行くから大丈夫だって言ってたじゃない。そうだけど、娘にパパがいいって泣かれたら断れないよ。しばらくは一緒に住めないかもしれないけど、娘はきっとすぐにママが恋しくなって出ていくよ。そしたら結婚しよう。俺が一番に思ってるのはユキナなんだよ。まあ仕方ないわね。これでとりあえずは安心だ。あとはどうしたらパニミが出ていくか。あ、よし、これだ。パニミ、ママと連絡は取ってるのか？え、なんで？ママのことが恋しいかなって思ってさ。ママの料理食べたいなとか、ママに本を読んでもらいたいなとか、そういうのあるんじゃないか？パパ、ママのことはもう忘れなさい。あ、いやいやいや、パパはパニミが寂しいんじゃないかと。お気遣いありがとう。私は全然平気。パパと暮らせるなんて最高だもん。あ、そうか。パパも幸せだぞ。それじゃあお夕飯の準備よろしくね。それから明日から保育園への送り迎えもよろしくね。保育園？そうだよ、私こう見えても園児だから。今まではママが送り迎えしてくれたけど、明日からパパと一緒に行けるなんて夢みたい。お着替えの準備と連絡帳の記入も忘れずにね。連絡帳の文字は恥ずかしくない程度に綺麗な字でお願い。お着替えの服のシワも気をつけてね。それから私は毎朝フレンチトーストと最低3種の野菜が入ったサラダにオリーブオイルと岩塩を少しだけかけたものとヨーグルトを食べていたからお忘れなく。あ、絞りたてのバナナジュースもね。え、朝からそんなに？ちなみに夜は和食派だから。え、パパ手の込んだ料理は無理だよ。え、私に粗末なものを食べさせようっていうの？いや、これから父子家庭で頑張るんだから泣き言は言わないの。はい。これだから引き取るの嫌だったんだよ。そうだ、もう生活が嫌になるようにこうなったら惣菜ばっかり食べさせるか。そしたらパニミも嫌気がさして出ていくかも。でも待てよ、手抜きがバレたらダメな父親だと思われるかもしれないじゃないか。子供はどこで誰に何を話すかわからない。そうなると不倫が周囲にバレるな。その話があちこちに飛ぶのも面倒だ。とりあえず作ってみるけど、どうせママの料理がいいとか言って逃げ出すだろう。はい、ママが作ったものには及ばないけどフレンチトースト、それからママがどのヨーグルト買っていたかわからないけど、このヨーグルトも美味しいよ。
今頃ママ一人でご飯食べてるのかな。ママプリンばっかり食べてないといいな。そんなことより連絡帳書いたの？お昼寝用の布団準備した？体操服のゼッケンつけてくれた？え？なんだよそれ、そんなのもやんなくちゃなんないのか。もう何年パパやってるの。ママは私が物心つく前から抜かりなくやってくれたんだよ。やることやってないならおしゃべりせずにとっととやる。はい。ゼッケンなんてつけらんないよ。パニコに電話をかけたけど出ないし、無職で暇してるユキナも出ないから、恥を忍んで保育士さんに事情を話して謝罪する羽目になった。もうだから真剣なんていらなかったんだ。ユキナにこっそり子育てをサポートしてほしいってお願いしたのに断られるし、何があんたの子のために無駄な労力使いたくないだ。誰のせいで離婚されたと思ってんだよ。こっちはお前の分の慰謝料も支払ってやってんのに。娘と二人で暮らすようになって2週間も過ぎると俺はボロボロになっていた。自由な夜は奪われ、睡眠時間は今までの半分以下になった。慣れない料理で指は切りまくってるし、裁縫でいちいちイライラ、しかも週末もこもり、寝坊や朝飯作りに奮闘して遅刻することも増え、保育園からの急な呼び出しで早退も増えていった。こっちはもう限界なのに娘はちっとも出ていく気配がない。パニミ、今度の週末はママの家にお泊りするってのはどうだ。頼む、行ってくれ。じゃないと俺ユキナに会えないんだ。行かない、だってパパを一人にしたくないんだもん。なぜここまで俺のことを愛してるんだ。あれ、もしかして私がいない方がいいの。あ、いや、そうなんです、邪魔なんですなんて言えない。パニミがいてくれたらパパは幸せだよ。でもママもパニミと会いたいんじゃないかな。パニミのこと大好きだけど、パパが独り占めするわけにはいかないよ。パパは週末に寂しさを我慢するだけでいいけど、ママはずっと寂しい思いをしてるんだ。ママを癒しておいて。パパ大丈夫、パニミはずっとパパのそばにいるからね。な、ありがとう。やっとユキナに会えると思ったのに。ユキナごめん、週末は会えそうにないんだ。またこうなったら娘と3人で会わないか。家の近くの公園に行くからユキナもそこに来いよ。偶然を装って3人で遊んで、そのまま俺たちは付き合いましたって体にしたら、俺たちが不倫していたことはバレない。ユキナはいいままになれるはずだから安心だよ。はあ、冗談でしょ。あ、なんで前妻との子供の面倒を私が見なきゃなんないのよ。私子供嫌いなのよ。そうやって子供を私に丸投げして他の女探すつもりね。いやそんなことは。もうあんたなんか知らない、連絡してくんな。え、待てよユキナ。ユキナ、俺の恋は終わったってことは。パニミ、ママのところに行こう。え、荷物をまとめて俺たちの家に帰ろう。そうだよ、ユキナがいないのならパニコとよりを戻したらいいんだ。パニコ帰ったよ。ママ会いたかったよ。私も会いたかったよ。パニミは親子3人で暮らしたいと思っているんだ。娘のためによりを戻そう。はあ、パパ何言ってるの。私は3人で暮らしたいなんてちっとも思ってないよ。え、でもママのこと好きだろ。もちろんママのことは大好きだよ。ママのことはね。あのさ、ママのことが大好きな私があなたのことを選んだなんて本気で思ってたの？奥さん。それじゃあなんで。離婚してユキナと一緒になろうなんて考えが気に入らなかったのよ。え、不倫してたの知ってたの？なんでユキナのこと。私は何でも知ってるの。パパとは違うのよ。ママ譲りだから。何でも知ってるからパパを一人にしたくなかったの。おかげでユキナに会えなくてあっさり振られちゃったでしょ。あら、振られちゃったんだ。慰謝料支払って罪を償ったつもりになられたらたまんないからね。パパを
騙したのか？先に騙したのはそっちでしょ。役目ってこのことだったのね。そうだよママ。実はね、荷物をまとめるのを手伝っているとき、本当はママと暮らしたいの、役目を終えたらすぐに戻ってくるからねって娘から言われていたんです。どんな役目か教えてくれなかったけれど、この様子じゃ私の仇を討ってくれたみたい。パパは偽善者だから一緒に住みたいって言われたら断れないと思ったし、偽善者だから放置の心配もないと思ったの。まあ放置されるようなら速攻で児相にチクってやるつもりだったから、そっちのパターンもちょっと期待してたけど、でも連絡帳は書けないわ、書いてもミミズの字だわ、持ち物準備もできないわ、寝坊して会社に遅刻するわの、ダメダメでダメっぷり。よくそんなんで大人としてやってくれたよね。恥ずかしい。あら、ママもその姿見たかったな。おい、ママがいつもすんなりやっていたこと、この人は何にもできていない。まあポンコツ偽善者ね。俺は偽善者なんかじゃ。ポンコツは認めるのね。よく言うよ、夕飯は何でもいいよ、無理するなよなんて妻を思いやる言葉をかけておいたらいいと思っている物体が、早く帰ってきたんならあんたがご飯作れっての。ママが無理しなくてもいいように保育園のお迎えくらいしろっての。妻の仕事に理解ある夫気取っても、ただのぐうたらポンコツ人間だってことバレバレですから。確かに、本当に優しいなら言葉よりも行動で示すわよね。俺が悪かったよ、これからはちゃんと協力するから。いや、これからなんてないから。それじゃ親権は渡さない。パニミはパパと一緒に暮らすんだ、ママにも会わせないからな。お好きにしたら。でもね、言っておくけど、これからお遊戯会の衣装作りと3ヶ月に一度の保護者会、それから運動会の見守り係と親子料理教室、それに小学校入学前説明会や親子交通安全教室なんかも待ち受けているから、パパも楽しみにしてるんだね。私、ことあるごとにパパの今回の集大をみんなに話して盛り上がろうっと。楽しみ。子供はママの元で過ごすのが一番だ。パニミのためにパパは逃げさせてもらいます。あらら、本当に逃げちゃった。誰も追いかけないからゆっくり去ったらいいのにね。大事な娘を返してくれたからお礼の一つでも言ってあげたかったのに。いしし。無事娘は戻ってきて、元夫は養育費だけ支払うことになりました。不倫相手は元夫が一人になってもよりを戻してくれなかったため、元夫は立て替えた私への慰謝料を返済してもらうべく奮闘中のようです。遅刻や早退を繰り返しミスを連発していたという元夫はとうとう解雇されちゃったみたい。何もかも失った元夫にかける言葉があるとすれば、邪魔かな。いしし。もう絶対ママから離れないからね。ママも絶対離さない。大好きなパニミをギュッと抱きしめることができてとっても幸せ。ママ、いつまでギュッてするつもり？パニミがやめてって言うまで。それじゃ一生このままだね。ママ大好き。私も大好きだよ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。